どうも、中森大です。片田慎一郎です。お気に皆さん、霊能力、超能力などの超常現象を信じてますか？片田信じます。あなたの信じている不思議なものは、もしかしたらごくごく単純な仕掛けがほとんどなのかもしれませんが、本当に本当に科学でも手品でもない、現行の人類には全く説明不可能なものが紛れ込んでいるとしたら、今回はそんな作品、大人気テレビドラマの映画版、2002年公開のトリック劇場版についてなんですけど、そんな堅苦しい雰囲気の作品じゃないっすよね。いや、懐かしいっすよね、山田と上田。懐かしい。多分僕らと同世代、現在30代以上の方だと一度は聞いたことある名前なんじゃないでしょうか。そうでしょうね。というわけで、まずざっくりあらすじからいきますと、売れないマジシャンである貧乳の山田が、とある田舎の山村で、神様のふりをして村の災いを解いたことにしてほしいと依頼を受けるが、同じように神様のふりをした手品師がすでに何人も来ていたせいで、糸口村、本物の神様決定戦に参加する羽目になってしまうって感じの話なんですけど、マジであらすじ聞いてるだけでいろいろ思い出すくらい懐かしいですね。今作というかトリックシリーズ最大の見どころは、売れない美人貧乳手品師山田と、数学に強い物理学者だが人間的には頭の悪い上田のデコボココンビの掛け合いですよね。トムとジェリーじゃないですけど、仲がいいんだか悪いんだか、しかもお互い素直になれなくて微妙に恋愛感情が見え隠れもしている、絶妙な夫婦漫才的な面白さが本当に当時受けてましたよね。そうでしょうね。で、そんな基本的にダメダメで抜けている2人が、ここぞで見せる知識と推理力を駆使して簡単な手品を用いた嘘霊能力者のネタを毎度面白おかしく解いていく完全無欠のコメディミステリー作品ですよね。てか、山田役の中村圭さんって言うほど貧乳のイメージないですよね。そこに関して個人的には、別にいじられるほど本当に貧乳じゃないからギャグとして成立してるってイメージで見てましたね。で、今作に関して僕は珍しくその俳優さんたちのことについて触れたいんですよ。大ちゃんが役者さんのことについて話すって確かに珍しいですね。山田と上田というコミカルなキャラを中村圭さんと阿部寛さんという美女と男前コンビが演じてるんですけど、本当にこの方たちの空気感、個人的にめっちゃ好きなんですよね。仲間さんの少し鼻にかかった棒読みっぽい特徴的な喋り方と、阿部さんの少々オーバー気味でわざとらしい芝居かかった演技が、本当に絶妙に、今私たち面白いことしてますよ、笑えることしてますよって雰囲気を抑制できてるって印象があるんですよね。笑える雰囲気を抑制してるってどういうことですか？これはあくまで本当に僕の個人的な感覚の話なんですが、今僕面白いことしてますよって空気を全開で出されるとすっごい冷めるんですよね。冷めちゃうんだ。これ分かる人いたら嬉しいんですけど、面白いことしてると自覚してるコミカルな人って全然面白くなくて、本人は真剣なんだけどそれが明らかにおかしいで状況の方が基本的には笑えるもんだと思うんですよね。はい、例えるなら、友達同士の面白い話とプロの芸人の滑らない話の最大の違いって、話している本人が笑っているかだと思うんですよね。はい、話している本人は車の煽り運転をやめるべき的な至極真面目で真っ当なことを話している雰囲気なのに、それが明らかにおかしくてついつい聞いてる周囲の人が突っ込んでしまってる状況が一番素直に笑える状況だと思うんですよね。ちなみにこれものすごく当たり前の話ですけど、漫才中ボケ担当の人が笑いながら面白いこと言ってるって状態ほとんどないじゃないですか。そうだね。これって単純に基本的には見てる側が鼻について笑えないからやらないって技術論的な範疇の話だと僕は思うんですよね。一番わかりやすい例えを出すならば、ナイツの花輪さんって本気でヤフーをヤホーだと信じ込んでいる人に見えるから笑えるってことですね。全然笑えること言ってませんよって空気で死ぬほどバカなことを言うっていうのが、個人的に僕ら一般人と笑わせるプロの最大の違いだと思ってます。そんな感覚でいろんなものを見てる僕としては、この仲間さんと阿部さんのコンビは本当に絶妙で、当人たちは全く面白いこと言ってる自覚がない、むしろ笑われたら失礼だと感じて怒りそうなくらいの雰囲気が、めちゃくちゃ素直に笑える空気感を作ってるって印象なんですよ。どちらかというとこの二人のキャラは短気なイメージですし、さっきから何の話してんの？映画の話じゃなくて大ちゃんのお笑い論みたいなこと語ってたけど。いや、でも全然笑えないコメディ作品とこのトリックって明らかに一線を隠してたって印象、しんちゃんもあるでしょ。まあまあまあ、僕はそこについて語りたかったんですよ。で、さらにこの素晴らしい名優たちが作り出す押し付けがましくない素直に笑える空気感に最高のアクセントが入ってるのを見逃せないポイントですよね。そう、トリック名物独特な効果音です。それはわかるわ、やろう。確かにあの効果音がまた笑えるもんね。本当に素晴らしいですよね。当人たちは本気で真剣な雰囲気に露骨なツッコミという笑う部分の説明を入れてしまうと、せっかくの空気感壊れてしまいますもんね。そこで登場人物たちに水を差さず、視聴者に笑う場面だと説明するために非常にわかりやすい合図として使われているのが今作の効果音なんですが、えらいもんでパブロフの犬状態で言いますか、トリック独特のあの効果音を聞くだけでもうなんか笑える感じになりますもんね。まあね、個人的には本当に今作って笑いに関してものすごく丁寧ってイメージが非常に強いです。作品の内容完全に無視で今回笑いのことしか話してないですよね。
じゃあ最後にもう一つだけいいですか。もう何、今作って僕は本当に笑いが重要な要素だと思ってるんですよ。うんうんうん、だって今作の主人公たちが解くトリックって基本的に種が分かればクソしょうもないネタばかりじゃないですか。確かに種がすごかったトリックってあんまり記憶にないですね。これって要はオープニング映像の卵が割れたら紫の君が出てくるって映像とも絡んどって、コロンブスの卵というのが一つのテーマの作品だってことだと思うんですよね。はいはいはい。誰もやり方が思い浮かばないけど、種自体は子供魂、最初にやるということの重要性と困難さというのがコロンブスの卵の逸話なんですが、僕はこのコロンブスの卵的なトリックの温度感と素直に笑える人間ドラマの空気感の相乗効果で最後にめちゃくちゃスッキリした感じで終われているところに今作の凄さがあると思ってるんですよね。はいはいはい。コメディミステリーってコメディとは言ってもずっとだらけとってもつまんないんで、途中で真剣に引き込まれてしまう部分が必須で、そして見終わった時のスッキリ感がめちゃくちゃ重要だと思うんですけど、これってコロンブスの卵の逸話とそっくりだと思うんですよ。確かにな。でこんな構造の物語を作る上で主人公コンビを主軸とした素直に笑える空気感でマジで重要だと思うんで、仲間さんと阿部さんは本当に偉大だと思いますってところで、じゃあお疲れっす。